そう、どうもこんにちは。今日はね、19歳と35歳のね、運動神経の差をちょっとみんなに見てもらいたいと思います。やる気ないんだよ。じゃあ、レイジ君からお願いします。やる気ないんだよ、マジで。全部悪いな。うわ、これやだな。おぉ、ミガル、さすがヤング。おぉ、さすがヤング。うわミガルだね。よし、なに、ちょっと待って。やる気も、下行くね。35歳どうなる。すごい、おぉ、35歳上がった。1だよね、1。おっと、おぉ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 、おっ、おっ、おっとくんが結構高えな、これね。これマンションの2階より高くない？高いね。おっ、ブーツだし、しかも、おお、おっとくん意外と身軽だね。俺運動神経悪いもん。俺クロックスなんてダメだって。あ、大丈夫、あの後ろにほら。いや、俺さ、上がれると思うけど、明日から降りれる自信がない。反対、こんぐらいしか。ほんとね、そうでしょ。え、ねえ、レイジ、あ、そっちが低いの？低いの、こんぐらいしかないの。は？下面じゃないですか。あの、要は、道路の上のところにさ、あれなんだ、あるこんぐらいの感じ。ほんとね、仕切ってないからな。なんで俺が行かなきゃいけないの、意味わからん。ちょっと行ける？俺は、だって俺は、はい、じゃあ、はい、自称18歳、行きます。クロックス抜けるもんだって。ほら、あ、もうそういう言い訳とかいいんで、あ、自称18歳なら体力的に行けるはずでしょ。自称18歳でしょ。あのね、俺ね聞いて、3回腹筋したけど筋肉痛起こしてきたからね。あ、いいでしょ、もう18歳って言ってるんだから行かなかんよ。おお、ガツイ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 